ちょっとすいません。あ、旦那からでしたって。出てもいいですか？出てもいいですか？今、新宿ですよね。うん、そうです、そうです。最初は1年だったんですけど、延長して2年。で、ちょうど3月だったんで、捨てる予定だったんですけど、まあ、ケイちゃんと話し合って、今焦って引っ越す必要ないんじゃないってケンちゃんが言ってて、島って不思議なもんで、本当に自分の好きな友達は足を運んでくれるようになったんで、むしろ東京にいた時よりも確実に好きな友達に会えるようになったってまあその中の一人がチャズだったんですよね。汗深いの持ってきたな。気にしないでください。ここに初めて来た時に大自然と近所さんとのあったかい感じがいいなって思って、この街も昔は山で鳥の歌風かき鳴らしのうさぎが残した穴で祭りわっしょい。お父さんのことをすごい思い出すんですよ。なんかお父さんが生きてた頃のいい思い出がすごい蘇ってきて。